全身の血行が良くなったら、ひまわりを優しくさせます。そして、桜井さんに習った2種類のストレッチ。家事の合間を見つけ、少なくとも1日に2回しているそうです。最初にアドバイスをもらった武井さんに、もう一度チェックしていただくため、大学を訪ねました。首の状態をチェックすると、残った問題点が見えてきました。